桐生ちゃんは、2回目の教えて桐生選手のまたトークをやっていきたいなと思います。ちゃんは今日の桐生ちゃんの一部だそう、教えて、こっちは教えて桐生ちゃんじゃないですか、教えて桐生選手だそう、下が選手だっていうから変えるのはちょっとそう、教えて桐生選手、はいはい、では今回、隼人さんという方から来ました、はい、中間失速時に上に弾んでしまい、うまく前に進めません。どのようなことを意識するべきですか。また、どんな練習方法が効果的か教えてください、とのことです。まあ、パッと見こう関節みたいなのが緩いなっていうか、全ての、こう膝のロックとか、まあ、足首が一番、まあ柔らかくのが悪いんじゃないですか。柔らかくてもやっぱこのグニュって接地時間がちょっと長すぎるのと、膝とかもこうゆるゆるなんで、そこで上に跳ねちゃうじゃないですか。もうちょっと、まあ、固める練習とかもあったり、別に足首を固めるっていうわけじゃないですけど、それでも、まあ、ジャンプ系やったりとかで最低限のこのなんかジャンプした時に崩れないような体を作ってたのがいいかなと。高1なんで、もう多分筋トレとかも多分ちょっと前に出てると思うし、それから中1とかなら、また違うアプローチもあるかもしれないし、どうですか、来ましたよ、こっち、どうでしょう、その通りです、そう、だから、弾んでしまうって言ってるけど、うん、その割に、なんだろうな、さっき桐生が言ったみたいに、しっかりロックできてないのと、あと、体の軸全体がちょっと猫背気味なので、これ、きちんとこう、なんだろう、下からしっかり力がかかってきても、ちゃんと受け止められる、しっかりした柱を作る、軸を作るイメージで走ったらいいかなと思います。首めっちゃ入れますね。確かに。はい、頭がめちゃくちゃ、もう上下がもうこの、ここがこうなってる。まず GoPro 見ればね。あ、そうそうそう。ブレがないとね。ここでこうやって動くとやっぱ目線とかも走ってるとずれちゃいますし、それが弾めるように多分、まあ、弾んでるように見えるし、自分で走ってるのかも、自分俺弾んでんなってそれ顔が動くと見えちゃうんで、そういうこの後ろとか、まあ、背筋とかをもうちょっと固めてもいいかなと思いますね。このあと練習方法だったら、まあ、バウンディングからだん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 前方向にバウンディングとかやると、前意識がつけると。うん、この感じだと本当に膝が多分ついた時になるべくこのままいけるように、うん、ここでうにゃってなったらそれはまた、まあ、もしそれで飛べてとしても短距離向きじゃないような練習だと思うので、うんうん、あとはね、ポンポン上に弾んでうまく前に進めませんの人だったんですよ。僕自身元気じゃない、ね、よく上に抜けちゃって全然進めなくなることがある、はい、その時に何が起こってるかっていうと、この林さんもそうなんだけど、このもう上げる時にこいつが上の力を作っちゃう。なのでももをこう上げるっていうよりも、この振った力がちゃんと前に行くように、こっちで蹴ることも大事だけど、こっち側の力を使ってちゃんと前に、さっき小島コーチが言ったみたいに、バウンディングでだんだん前に進むっていうのは、結局、蹴るっていうだけじゃなくて、こっちの振り込みがちゃんと上じゃなくて前に変わっていく、そのタイミング、引き出す足が、引き出す膝が自分を上に連れていかないように、自分を前に連れていってくれるように、振ってあげると、だいぶ変わります。そうすると、自分の感覚がももを上げてない感じになるから、不安になるのが走ってない感じがするので、でもその方が速く進める。試しにバウンディングとか、あと、振り込む、向き、振り込んだ時の勢いの向きを考えてやってみてほしいなと思います。息合うと思います。はい、ちょっと、こぼれて。じゃあ、疑問っていうのを言おうかなと思ったんですけど、息上がっちゃったほしい。やってみますか。まあ、傷が冷えてる。はい、そういう感じで、まあ、一番いいのがやっぱバウンディングとかで、やっぱ膝のロックとかそういうのをちゃんとやったらいいかなと思うんですけど、まあ、それが今回前に挙げた僕が世界陸上前で山梨で合宿した時にスピードバウンディングが、ゆっくりしたバウンディングがあると思うので、ぜひ見てください。
疲れ様でした。お疲れ様でした。スーツも珍しいですよね。珍しい。どう動画でスーツなんか見せるの初めてじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫、全然大丈夫です。大丈夫です。はい、頑張ります。よーし。おすっげー立派なケーキです。すごいね。すごいよこれ。この緑、何でやってるんですかね。うん、これ一応多分陸上のフラッグ、イメージ、ね、俺まあ俺っぽい。フィールドのフィールドのやつと、緑なんて。緑チョコレート。チョコレート。わ、お、あんま分かんない。おいしい。もうちょっと食ってから。確かに実食の時もね。そうそう。すごいなってます。すごい。みんな英語で公務員で24歳。社会人3年目、もう2年目だ。次々3年目です。もう24っすよ。ウルトラ A が東京オリンピックありますし、まあもうタイムは標準記録切ってるんで、でもここからまあいろんな大会やっていきますけど、まあまずは日本選手権でしっかりと優勝して東京オリンピック出場して、そこでファイナル残って、まあ個人的にも個人でも結果残して、もちろんリレーでも一番いいよを取れるように頑張りたいと思います。ちょっとなんか久々になんかこうちょっと恥ずかしいですね。ハッピーバースデーとかやれると